この島に来てそうですね10年になるかな。何でもそうなんだけど、この島をなんでこの島にしたんですかってことを聞かれるんだけど、要は奥さんなんでこの奥さんもらったんですかっていうのと同じだと思う、うん、もしかしたらその後にもね、いいやっぱりガールフレンドがいたかもしれない。どんどん次から次へ、まあ、それが たまたま一番最初であったか2番目であったか、まあ日本で言うならお見合いってあるじゃない。まあ毎年行った島もあるんだけど、たまたまこの島に、しようと決めたらば、まあ、他を見ることなかったのでこの島にしたわけ。うちに12匹いるよ、うん、表のやつらも呼べばすぐ来る。後で呼んでるから、呼べばブワーッと来るよ。そこから上がってくから。ちょっと待って、ご飯やるから。全部名前あるよ。森くん、三田さん、虎蔵、虎一、黒一、八、桜、ウッズこれタイガーだ、タイガーウッズだ。俺尻尾が2になってるから、これ黒字ってすごい喧嘩っぽくて、これこいつもそうだな、喧嘩っぽいでイクメンになっちゃって。今魚やるときだけ、刺身とかいい魚やるとき、本当にね、いい魚をやるときだけ読んでた。魚が動かねえから冬眠状態だから、だから暖かくなってから魚を通すんです。反対にね、こういう生子は水住みてる時は水程度に活動するんです。お金よりもこういう仕事が水事でやってんの。あの肉は有名な肉で、そして東京辺りで売ってる本社もみんな上がってるよ、あの肉は。だからうずすっかり撫でて、ほんで浜さんおかげして船さん塗って、ほんでワーシングとまたうずさん帰っていんの、待ってんの。数したらば100ぐらい、100匹ぐらいいんの。40人だけど初めて取りだ生子あんの。この生子は真っ白な生子、真っ白な生子の私も40人ここでこういう魚を取る時と初めてなの、この島で。これはこれ、こういう生ここでも40年ぶりで初めて取るの。この生子の写真を持ってあるけど幸せになる。最高で縁起のいい生子なの、白生子。こいつ取って写真にしてみんなくれればこいつで幸せって。大竹さんが初め交差したからこういった出会ったのも幸せだ。これ食べねえで貴重なもんだから、大事なもんだから食べたりしないの。ここで生まれて、ここで育ったの。70発ね。学生の時は電池ない、電池もない、車もない、全然何でもない。私たち勉強した時はろうそく、あるいはランプでこう勉強。学校はなくなったのは平成元年。
これ昔の学校、昔同級生、これ僕、これ運動会いっぱいだったよ。これ全部生徒だよ。これ卒業写真なのかな。3月昭和22年あ盛り上がったよ。カラオケ持ってってバン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 飲んで食って、うん、前はほら神輿数えて、あのこの辺こう荒れてでこうで飲んだわけ。今それないが、風が人がいなくなったの。猫巣はあんねんと。三百歳じゃ、三百歳よ。うん、一人でも学校あれば先生が来るじゃ。この辺もねえもん、学校もない。大体もいらねえかな。あ、みんな友達だっちゃ。住まれ住んでる。家族みたいになってる。でかいね。でかい。ここで引っ張ってもらう。その、結局みんな顔見知りって、都会と違ってみんな知り合いだから、声もかけられるし、それですぐ集まって、島の仕事っていうのは基本的にみんな出てきて手伝ってみんなでやるっていうのがルールってわけじゃないですけど、今回この最低限っていうのはないんだね。いくつもいくつもやんなきゃいけないし、それ以上のものが求められるし、役所とも連携してやんなきゃいけないし、さあ、いいちゃいいことだよ。Thanks very much for watching. If we move on to the next round, there are some story elements we really want to add. One is about a vet from Germany that comes to the island once every 2 months. She takes care of all the cats and gives them all passports or pet identification cards. There's also a photographer. We want to follow him and find some of the legendary cats of the island. We want to see the net fishing techniques that happen during the summer and do some super high speed of that. We want to create a score based around the island's unique music that happens 3 times a day. And probably the coolest, we want to find a way to make that festival that Abe-san mentioned happened. We want to invite the families of some of the elderly people there. We want to get the cat up on the stilts, and we want to see that happen. So thanks very much for watching. Hopefully we'll move on to the next phase.